こんにちは、ニコです。今回は1週間前に土壌改良した場所にアジュガを植えようと思います。土がむき出しになっている場所って雑草が生えやすいので、雑草よけに何かグランドカバープランツを植えたいなと思いまして、今回はアジュガを選びました。早速ご覧ください。アジュガの苗です。お店に売っていた7種類全部1株ずつ買ってきました。まずアジュガシルバーです。白っぽい葉っぱになっています。2つ目がダークマホガニー、黒っぽい紫で、艶のある葉っぱです。チョコレートチップ、こちらも渋い色の葉っぱになってます。さっきのダークマホガニーとチョコレートチップを比べてみると、ダークマホガニーの方が葉っぱが大きくてツヤツヤしてます。お次はベルデ、これは緑色の葉っぱですね。そしてバーガンディーグローです。赤っぽい斑入りの品種になってます。ライム、黄緑色の大きな葉っぱです。で最後がシュガープラムっていう斑入りの品種になっています。以上7品種を植えたいと思います。1週間前に軽く土壌改良しておいた場所です。土がもうちょっと柔らかい方がいいかなっていう気がするので、今日は堆肥を足して、元肥も入れていきます。右から元肥のマグアンプ系、それからニーム系器で、一番左のバケツの中が自家製の堆肥です。生ごみをコンポストで、堆肥にしたものです。この3つを混ぜておいて土に合わせていきたいと思います。はい、苗を持ってきました。苗を植えようと思う場所に置いてみて、レイアウトをしてみます。なるべく似たような色の葉っぱが隣り合わせにならないように、色幅バラバラに植えたいかなと思いますね。アジュガは結構生育旺盛な植物なので、一旦根が張って増え出したらもうじゃんじゃん増えると思うので、株と株の間植えるときはそれなりに間隔を空けて、ちょっとスカスカな感じで植えようかなと思います。あまりにもスカスカで最初ちょっと寂しいようであれば、間に一年草を植えておいて、アジュガが大きくなってきたらもう一年草は植えないっていうふうにしたら寂しくないと思います。こんな感じでレイアウトしてみました。はい、では植えていきます。さっきバケツで混ぜておいた資材を土に混ぜていきます。アジュガは、お花が長期間咲く植物ではないので、まあ春にね、あのブルーの綺麗なお花が咲いてくれるとは思ってるんですけど、まあ春に一季だけお花が咲くっていうものですし、そんなに肥料がたくさん必要とか、すごく肥えた土がいいとかっていうことでもないとは思うんですけど、ただまあここの場所って最初に植物を、ほとんど初めて植物を植える土になるので、ちょっと最初なのでね、それなりに真面目によく耕して、堆肥を入れて柔らかくしておきたいかなと思います。その方が失敗が少ないんじゃないかなっていう、そんな感じですかね。
はい、そしたらポットから苗を抜いています。結構根っこが下までびっしり回ってますので、下の方はちょっと崩しておこうかなと思います。根っこ広げてね、あの根っこが土の中で広がっていきやすいイメージで、植えようかなという感じです。はい、1個できました。じゃあ他の6個も順番にやっていきます。私が庭作りを始めたごく初期の頃に、家の北側なんか日陰に強いものなんかないかなと思ってアジュが植えたんですけれども、そこ実は結構乾燥しやすい場所だったんですね。そして植え付けてから全然水やりせずにずっとほったらかしていたら、いつの間にか枯れていましたっていうことで、やっぱ乾燥にはちょっと弱い植物かなっていう印象があります。で、今回ここですねは場所的に雨がしっかりかかる場所ですし、雨の後はちょっと水たまりになったりするぐらいの場所なので、まあ、ここはそういう湿り気が好きな植物向けかなと思ってますので、今度は枯らさないようにしたいかなと思います。植物が好きな知り合いと話をしていて、アジュが枯らしたって言ったら、あんな丈夫な植物なのにどんなずさんな管理をしたら枯れるのよみたいな感じで言われたんですけど、今度はねこれ動画で結構たくさんの方にも見せてしまってるっていうこともあって、枯らさないように、はい、したいかなと思います。とはいえここ夏ね、ちょっとクーラーの室外機の風がちょっと当たったりとか、夏暑さがどうかなっていうのは、まあ、未知数ではあるんですけど、まあ、来年暑くなるまでまだ1年近くありますので、このね、秋のまだ暖かい時期に植えておいて、寒さには強い植物ですし、苦手な暑さの前に十分大きくなってくれたら、まあ、なんとかいけるのかなというふうに期待をしています。植え付けができたら水やりです。水やりはね、植えた時はたっぷりとしつこいぐらいにやりたいと思います。庭の土って表面がね結構濡れてるなと思っても、掘ってみると中がカラカラっていうことがまあまあありますので、ここは時間をかけてねしっかりと水をあげたいと思います。根っこの先までしっかり水が行き渡るようにたっぷりと水やりをしています。はい、こんな感じで一旦植え付けができました。このままでもいいんですけれども、この後台風が来るらしいっていうのがあって、雨でねアジュガが泥まみれになるかもしれないので、マルチングして泥よけしておこうかなと思います。ということでバーク堆肥を撒いています。土の表面にねうっすらでいいと思います。乾燥よけとか寒さよけっていうことではないので、まあ、ちょっとうっすらバークを撒いとこうかなと思います。
こんな感じで簡単ですけど、今日はアジュガの植え付けをしました。はい、ということでアジュガの植え付けでした。参考になったよっていう方ね、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録で応援の方よろしくお願いします。ではまた動画でお会いしましょう。さよなら。